はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よし、もうお客さんいないかな。閉めちゃおうかな。あ、すいません、ケイさん。はい、ございました。あの、ちょっと西船橋から来たんですけど、はい、ちょっと切符落としちゃって。あ、そうですか。こういう場合って、あの、なんかまたお金とかって払うんでしたっけ。そうですね、一応もう一度買っていただいてって感じになってくるんですけど。本当ですか。ちょっと見当たらないですかね、ポケットとか。ちょっとないんですよね。胸ポケットとかもないですか。結構よくね、なくされる方とか多いんですけど。いや、ないです。カバンとかは入れてないですかね。カバンちょっと多分入れてないと思うんですけど、切符カバンに入れることあるのかな。あ、でも財布の中に入れてる可能性ありますもんね。あ、ちょっとじゃあ確認だけお願いします。はい、すいません。やっぱこういうあれですか。はい、こういう人って結構いるんですか。まあ、そうですね、終電だとちょっといらっしゃるかもしれませんね。あ、やっぱそうなんですね、はい、え、やっぱ嫌です、正直。こういう人って、やめてほしいなってやっぱ思います。そうですね、まあ、できればその、なくされない方がもちろんね、はい、お客様にとってもいいと思いますので、ね。まあ、そうですよね、はい、平和というか、ウィンウィンですかね。ウィンウィンなんか、そうですね、そうですね、はい。あ、なんかチーズ出てきました。そうですか、ね、大丈夫です。いらないですか。はい、大丈夫ですよ、はい、です。あれ、ちょっとごめんなさい、ね、すいません。ありがとうございます。あ、はい、あ、シャッターやっときますね。はい、お疲れ様です。え、ちょっと待ってください。なんか疑うわけじゃないんですけど、はいはい、あの、え、撮りました。撮ってないですよね。撮ってないです。そういうわけじゃなくて。撮ってないです。そうです。撮ったと思ったんですか。いや、あの、疑うとかじゃなくて、はい、あの、拾ってくれたのかなと思って、僕の財布を。あー、落とし物とかないですね、今のところ。本当ですか。はい、ないですね。え、ないんですか。ちょっと待ってくださいね。はい。まだ奥、手前には今手差し伸びてるんですけど、うん、奥まだ突っ込んでなかったので、ちょっと今から奥の方触ってみて、どうぞ今から判断してみてください。ご自由にしてください。で、奥の手前になんかそのポケットもう一個あって、はい、そこを探ろうと思ってるんですよ。その説明いらないんで、もう探してください、自由に。いいですか。はい、もうあればいいんで、もうそれで。なんなら、はい、着替えも入ってて、はい、服とズボンも入ってるんですよ、うん、そのポケットも、服が、内ポケットあって、うん、で、ズボンも、うん、あの、4つポケットがあるんですよ、はいはいはい、結果的には、うん、5箇所、はいはいはい、ポケットを漁って探すので、うん、もう少し待ってもらって。どうぞ、やってください。はい。はい。ないですか。あの、疑いようじゃないんですけども、うん、あの、ポケット漁りました。いや、疑ってますね。何の疑いですか、それ。やりませんから、僕ら。落としてないですもんね。はい、金はそういうことしませんから。ちょっと待ってください。はい。ごめんなさい。大丈夫ですよ。はい。あれ、財布ないとちょっとやばいな。そうですよね、そこにチップも入れてたってことですよね。可能性はあります。うん、ちょっと待って、どうしよう。ちょっと顔突っ込んでみてもいいですか。どうぞ。見当たります、それで。余計見づらいと思うんですけど、手だけの方が良くないですか。見つかるのが暗いですね。暗いですよね。うん、どうしよう。ないです。ないですか。財布がないってことですか。財布がないです。じゃ、チップもないってことですよね。そうですね、うん。どうしたらいいかな。ですと、お金もないってことですよね。ないです。生産ができませんので。負けてくれますか。いや、ちょっとそういうことはできませんね。フリーダーなんで、ちょっとお金ないですよ。あ、職業とかはね、あの、関係なく、特にそうですね、一応払っていただくというルールになっておりますので。どちらからお越しでしたか。あ、西船橋から。ですと、ここまでのが、230円ですか、ね、はい、ね、生産していただきたいので。うん、はい。スイカとかもないですか、ね、ないですね。スイカ乗ってないですか。もう全部財布に入れてるんで。あ、そうですね。どうしよう。クレジットもないですよね。テスト。ないです。持ってない。審査落ちちゃうんで。あ、そうですか。それとか申し訳ないです、はい。じゃあ、お友達とか、まあ、ご家族の方にちょっと連絡していただいて、はい、お金も、まあ、持ってきていただくとかっていう、うん。そのお友達で講師、誠治、亮太、誰から借りればいいですかね。あ、誰でもいいんですけど。ダイムの方がいいですか。いや、もう、あの、知らないので、お客様のお友達は、はい、もう本当に貸してくださる、もうすぐ来れる方がいいですね、できれば。あの、駅ももう閉まっちゃいますので。本当ですか。シャッターも閉める時間になってますので、はい、シャッター閉めたらもう、あの、一応営業終了ということになりますので、はい、はい、早めにも来ていただかないと困ります。お疲れ様でした。電話してもらって。最近いい買った、はい、携帯いい買ったんですよ。うんうん、それでもいいですか。あ、もちろんいいですよ。じゃ あ, の、はい、あ、どうしよう、タクヤの方がいいですかね。どっちでもいいんで。家の奥さん的にはタクヤの方が大きいですよ、はい、あ、大丈夫です。230円なんで、そんな、ね、すいません、はい。あ、もしもし、拓也、あの、俺さ、切符落としちゃって、
改札出ないのよ。もしかしたらよかったら230円今から駅に来てもらって、うん、借りてもいい？ありがとう。マジかわいい、マジ。あ、ほんと、あの2人目の子でしょ、ココネちゃんって。うん、俺一回会ったよね。そうそうそう、2歳の頃に一回家のホームパーティー招いてもらって、あれ、俺あのよだれかけとかさ、あのプレゼントしたから、覚えてる？そう、島次郎のやつ。うん、あ、使ってくれてる？嬉しい、ありがとう、嬉しい、ほんと。また来週とかの土日暇だからさ、会いに行くね。うん、じゃあ、うん、待ってる待ってる、了解了解。とりあえずはい、たくやくんが来ることになったね、うん、まあ、そういうことです。あ、じゃあ来ていただけるということで、どれぐらいで来ますかね。1時間半あくわ、1時間半1時間半後に来られるってことですか。はい、1時間半後に来るんで、ちょっとここで待ってていいですか。くわ、ダメです。え、もう、いいんで帰ってください。いいんですか。いいっす、いいっす。ありがとうございます。いいっす、特別ですよ。気をつけてくださいね。たくさん、たくさん、落ちて。シャッター閉めるか。